ハロルド・マッキーウェン・イッキーズは、アメリカ合衆国の弁護士、ビル・クリントン政権の大統領自席補佐官。彼は、フランクリン・ディ・ルーズベルト政権で内務長官を務めたハロルド・エル・イケスの息子である。イッキーズは、1964年に、スタンフォード大学を卒業し、ついで、コロンビアロースクールを修了した。1960年代には、学生活動家として、 公民権運動に関わり、1964年にはミシシッピ州、1965年にはルイジアナ州で活動し、自由の夏にも参加した。その後は長くニューヨークで主に労働法関係を手掛ける弁護士として活動していた。イッキーズは40年来の民主党の活動家であり、ユージーン・マッカーシー、バーチ・バイ、モリス・ユーダル、テッド・ケネディ、 ジェシー・ジャクソンの大統領選挙活動に関わった。1989年には上級顧問としてデイビッド・ディンキンズのニューヨーク市長当選を後押しした。イッキーズはイッキーズエンライトグループの会長として登録ロビーストとなっている。イッキーズはホワイトハウス入りする前、法律事務所マイヤー、スワジー、イングリッシュクラインの会長を14年間務めて、 いたが、1998年にこの事務所に復帰し、2018年、現在も名誉会長として、マイヤー・スワジーの所属弁護士の一人となっている。イッキーズは2005年から、進歩派の立場からのデータ収集とデータファイリングを行う組織として、カタリストを立ち上げた。イッキーズは、カタリストの社長であった。2009年11月、イッキーズは、 ニューヨーク州知事デビット・パターソンの選挙陣営に上級顧問として加わった。マーティン・デイル・ハベルは、イッキーズに弁護士の中でも最上位級の専門的、優秀性を持つとされる AV プリエミネントの評価を与えている。2008年2月に、ヒラリー・クリントンが民主党の大統領、候補指名争いに加わった際には、イッキーズは政策面の戦略を担当し、 ニューヨークタイムズ紙の特集記事に取り上げられ、彼の選挙運動へのアプローチや、彼独特の聖域で食えない態度が詳しく取り上げられた。イッキーズは1992年に、ニューヨーク州におけるビル・クリントンの大統領、選挙運動を取り仕切り、ジェニーファン・フラワーズとのスキャンダルをめぐる問題にも、かかわらず、この州の民主党員たちをクリントン支持でまとめることに成功した。 クリントン政権において、イッキーズは大統領首席補佐官レオン・パネッタの下で大統領次席補佐官となった。ニューヨーク・タイムスがミーが1997年に掲載した、長大な、イッキーズのプロフィールによると、マイケル・ルイスはイッキーズに、ザガービッチマンとあだ名をつけ、イッキーズはクリントンのスキャンダルや危機に、 数多く対処してきたので、自身のホワイトハウスにおける役割を衛生局長と自ら称していたと述べたという。1996年にクリントンが再選された後、大統領首席補佐官に任命されたアースキンボールズは部下を自分で選ぶことを望み、イッキーズは次席補佐官から外された。一説には共和党の上院議員、フレッド・トンプソンが、 上院国土の安全保障政府問題委員会でクリントンの選挙運動における資金の流れを徹底的に調査したことが背景にあったとも言う。2000年にヒラリー・クリントンが上院議員選挙に立候補した際には彼女の上級顧問となった。その後は527団体であるメディアファンドの代表となっている。2004年の選挙後には 民主党全国委員会の委員長の座をめぐって、ハワードディーンの対抗馬とも目された。2008年の大統領選挙では、ヒラリー・クリントンの政策参謀として関わったが、指名獲得はならなかった。報道によれば、選挙運動の戦略を担っていた、マーク・ペンとの関係がギクシャクしていたとも言われている。両者の辛辣な関係は、クリントン政権時代から続いたものであった。小説、 プライマリーカラーズ小説大統領選の登場人物ハワード・ファーガソンはイッキーズをモデルとしている。ありがとうございます。